皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は私の髪ボサボサな髪をですね、まあ結局ね、自分じゃ生き返らないでしょっていう話で、こちら、はい、原宿にある美容室ヘアメイクラディカルにお邪魔しました。ちなみにこの階段を上ったここがラディカルです。はい、ここがラディカルになります。ではラディカル入っていきたいと思います。入ります。こんにちは。よし、OK。 今こんな感じで、ちょっと待ってくださいね。めっちゃ綺麗なんですけど、このシャンデリア、やばい。はい、じゃあ今日はやるトリートメントがヘッドスパとあと髪 の、 トリートメントを両方できる商品になってますので、こちらのちょっと質感覚なシャンプー台の夢というシャンプー台で、夢シャンプー室になってますので、こちらの方にも質感覚で初体験トリートメントの方をやっていきます。どうぞこちらの方へ。やばい。人体切ってね。こちらに背中つけて、はい、よいしょ。あ、え、ちょっとなんかなくても大丈夫、ね、あった方がいいかな。ちょっとシュールだからあった方がいいかもしれない。じゃあありでやりましょう。すいませんしかできないんですけど、こうやって揉んでくとワンタッチぐらいしかできないんですけれども、うん、これだと1秒間に50回ぐらいの連打が一気にできるっていうの で、 やばいですね。機械に頼ってやっていきます。やばい、本当だ。そうなんですよ。ルラララルッと左足が飾られるかな。1秒間左足が例えばですけど、このカラーリングだったりの時でも使用すると色が入りが早くなったりとか、いろいろと多様性がある機械だと思います。すごい。みんな全く段位じゃないんでそもそもいるんですけど、基本的には指一本ぐらいの段つけてで、長さはあまり変えたくないんですよね。そうなんですけど、つむじの流れってこれ基礎なんですけど、つむじの流れに逆らわないようにやると髪が収まります。でも意外に美容師さんってそれ知ってるはずなのに、できない人が分からないで反対側にしちゃったりとかする時があるんですよ。どういう現象になるかというと、収まりが悪くなったら変な癖が出ちゃうんですよ。なので自然に髪が降りなくなっちゃう。失礼しました。やばい、やばい。今なら撫でていいんだよ。今なら撫でていいんだよ、みんな。っていうぐらい。今なら撫でてっていうぐらい。嬉しいです。やばい。前髪もいいですね。いいです。もうやばい。もう理想のツルツル感。やばい。これでも大体これは何日ぐらい持つんですか。大体3週間から4週間、まあ1ヶ月ぐらいって言われてます。はい、もちろんパンチの効いたカラーとかいろいろうちは得意なんですけど、やっぱり音楽を感じるちょっとお店でもあり、よりちょっと親切にうちはちょっとモットーにやってますので、ぜひ気兼ねなくいらっしゃい。皆さん、私も通わせていただくので皆さん、私遭遇すると思うので、よかったら来る日はもう行きますってツイートとかするんで、よかったら皆さん来てください。よろしくお願いします。森崎アリスでした。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ラディカル最高よ。びっくりした今。